ちょっと何するのこっち、何したなんか何してるのチーズバーグ寿司300いくら。あなた早く食べないと時間ないよ。時間ないよ。あなた葛西まで行くのに早く。今日ミラーの利用で負けたら気づいちゃった。これ自分でやったの。そう。あ、なるほど。縦にしちゃう。そう。見えないと。電柱の穴なんでしょ。ステップつけてあそこに突っ込んで。失敗しちゃった。1200円で買ったミラーだからいいやと思う。あ、喉乾いた。ジュース買った。綺麗だね。ガチって柔らかくなった。本当。シートの張り替え疲れてるけど、いっぱいなんでしょ。不安だよね。芸能人だったらすぐできる。そうなんですよ。でもあの時無理して買っといてよかったね。本当に。ね。こんなに綺麗なことで、エンジン周りも磨き直してすぐ使ってくれたんで、安くしてもらえるんですけど、安くしても負担高いけどね。あの時買っといてよかったね。いや、本当買ってよかったですよ。なんか安いんだけど高いんですよ、ね、そうそうそうなんで、そうなんで、今じゃもう多分あの時の値段で買えないし、買えない。だって180ぐらいですね。またあの後ね、藤森が動かしてた。そう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 。こっからまたドンと上がるから。本当ですね。じゃあもう肩が買ったから上がるかな。上がると思いますよ。上がると今度また盗まれるのが心配になっちゃって。いや本当ですよね。なんか今大分の方だと左3が。そう、あ、ニュースで。うん、怖い。怖い。絶対気絶しない自信あるから死に物狂いで気絶するならもうバイクにこうグッて。あれこれ誰？息子？はい、大きくなったね。あ、そうっすよね。急に大きくなったじゃん。じゃあ前までこんな小さかった。前一番最初後ろの子。うんうんうん。
さっきね、キャットテールバイトで入ろうと思ったら断られちゃう。そう、時給が安いから。そう、昭和の時給だから480円だから。そんな安くないよね、昭和の時給。まあ、どのぐらいの。そうそうっすよ。俺、紫でバイトしたけど600円だった。昭和生まれですよ。けど、俺がバイトできる頃は何年いいね。今1000円が当たり前ですもんね。吉野家の深夜でも働きたいの。そうだよ、10時間働いたら1万円以上。すごいうるさいよ。やらしいっすね。これやらしい塩ですよ。もうダメなのか。振動であのテールのあのソケットのところが私の反応が取れた。ああ。勝手に取っちゃってますけど。どうぞどうぞ。